ダセリーもですね、はい、同じように、グリスをいろいろ塗ったりしております、はい、でこのブーツ見たところこの部分引っかかるところがね内側にこうペリッと入ったんで、それだとねちゃんとこう引っかかってないとそこから水がね入ったりするでしょうから、はい、これはね見たところ台湾製と中国製でね組み立てが違うっていうのもある、パーツも多少違うんじゃないかと思うんですけど、うん、まあ、これは日本のやつ日清とか、まあ、ホンダさんとか使ってるやつね、まあ基本的には一緒なんですけどね、うん、ただ作ってるそのところで形状は一緒なんですが、うん、要はこれが、こここうですかね、これがこう入ってて、でここのところにこう引っかかるのね、こうやってね、でこれでこう動いてるんです、こうやってね、こういう風な感じでねこう動いてるわけですよ。でこの引っかかりがちゃんと引っかかってないと、いわゆるこれが内側に入っちゃってこう、こう引っかかりのところにちゃんと引っかかってないと水入っちゃいますよね。あとずっと長い時間経つとここがね広がってきたり、へたってきたりすると水入る原因になりますね。そうすると今度ここは錆びちゃう、で動かなくなる、キャリパーが動かなくなるっていう、まあ、そういうことになっていくんだろうと思うんですけど、はい、だからまあたまにね、たまにで、まあ、一番最初は点検が、ね、問題がないかどうか、ね、こう外してつけた時にまた変なのに入っちゃったりみたいですけど、うん、そうでグリス動きがスムーズじゃなければちょっとグリスをねもう一回塗り直してやるとか、すると思うんですけど、うん、これがちゃんとはまってなかったら水が入って錆びちゃったら保証修理かっていうあれもなりますもんね。そういうもんだよね、そういうもんじゃないですよね、ほらそれ交換すればいいってもんでもないし、やっぱりそれも途中おかしくなってね。でもこれ自体もブレーキパッドとか交換しないでずっと例えばそんなに乗らないと、あと保証期間終わってね、いざ何かやるとした時にいやー錆びちゃってますねなんていうことにもなりかねないでしょ。一番最初にやっぱりこう見てやるのが一番まあいいんでしょうね、うん、そんな気しますけどね。なかなかねこう今はとりあえずここに戻すしかないと戻して、でこのサポートを戻すんですけど、その前にここにグリス塗ろうかな。泣き止めのグリスをちょっとこうやってね、それから戻した方がいいです。入れました。そのまま押し込んだらやっぱりふにゃって内側に入りましたよ。とんでもないな、ダメだよ、そう危ないな、よかった。そうこういうまあちょっとしたところからねいろいろ問題が起きて、危ないよ、よかった。本当にもうお願いしますよ。だからやっぱりやるのいいんですこうやって、うん、と信じて私はやってます、うん、びっくりした、あれっつってあってね。でこれはこうつくからそこに当たるからこれがね、
グリス塗ってんです。どうして塗るかっていうと、擦れるでしょ。で擦れる場所がどんどん、まあ、錆びてくるんですよ、うん、だからちょっとグリス塗ってね、うん、摩擦面にグリス塗っちゃう話なんですけど、さすがにね、それじゃあもうそれはダメダメなんですけど、いっぱい、あんまりいっぱい塗らない方がいい。ちょっとね、ちょっと。そんなことをね、いろいろと学ぶわけですよ。こっちの受けの方もちょっとだけ折って、マキドのグリスをね、それがどれぐらい効くかどうかっていうのはわからないんですけど、やってます。感じにします。ここ戻してで、ネジで止めると、よし、そしたらば、はい、でさ、キャップをする。これね、女子のキャップなんですよね。面白いって、これ面白いんですよね。はい、さあ、とりあえずフロントをこんな感じでやりました。次はね、後ろですね。はい、リアのキャリパーもちょっと一回外してね、ちょっとグリス塗って、はい、というふうにやらせていただきます。はい、バッテリーはもう接続したので、エンジンはガソリンも入れてありますので、エンジンはかけられる状態かなと思いますが、ちょっとね、はい、まず後ろのブレーキやってからですかね、はい、と思います。はい、で GP125 の点検は、終了。はい、でスロットルポジションはですね、一回リセットさせていただきました。はい、ですので、まあ、それでちょっとね、どうかなっていう、うん、なんかね、こういわゆるガスが薄いようなイメージ、いわゆるそうですね、あの大型バイクとかでありますね、ヨーロッパのやつでね、はい、スロットルを開けた瞬間にパサッて止まっちゃう。そう、うん、あと外気温とかにもよるんですけど、うん、多分排ガス薄くしている都合上ね、そういうのがあったりするんですよ。でそれを出さないためにこう補正させてね、いわゆる燃料をわざとっていうか、例えば外気温をわざと低い状態に読ませてね、はい、本当は外気温が30度なのに、
センサー的にはあの1度2度とか減らせマイナスとかいうふうに読ませてちょっと燃料を濃くするになりますよね。そうすると、うん、まあ、ちょうどいい。ただ排ガス的にはね、そうすると排ガスがその分多く出ちゃいますからね。いくらその規制が厳しいといってもそれをうまいことねエンジンマネージメントでやれるようにしとかなければまともに乗れないってことにもなっちゃうんでね、どうなのかなと思ったりもするんですけどね、はい、さあ、ということで、そうであれをねこうスロットルアイドリングとこからもうポン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 ってこうあんまりいいことはないかもしれませんが、それやったらたまにパス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 っていうふうに言ってるんで、あここでなんか起きてるなと思ったんですよ。で一回全部リセット、そのスロットルポジションをねリセットしてるんで自己学習、85度以上なんですね。85度以上で一回スロットルポジションリセットして、でそこから、ちょっと長い結構長い時間なんですけどアイドリングさせるっていうね、で自己学習させて、でそこからでもう一回やってみたんですけど、とりあえず普通にもう毎回つくんで、どうなんですかね。あとは実際にまたね乗ってみないとわからないっていうのはありますけどね。はい、プラグの焼け具合なんとなくほら白っぽく見えるんでプラグが焼けちょっと焼け気味なのかなとかね。でもインジェクションの車両って大体そんな感じなんですけどね、昔のあれみたいにこうきつね色になっていうあれではないと思うんですが、まあ、みんなね燃料薄くしてますからね、はい、どうなんでしょうか、はい、あなんかねそうあの車両こういろいろとなんか貼ってあるんですけど、あれは私に無許可ですからね、無許可、私と全然一切関係ありません。はい、あの私とは一切関係ないですから、それは一応お伝えしておかなきゃいけない。そう、あのなんか貼ってあるんですけど、私と関係ないですからね。はい、よろしいですか、それで大丈夫ですか、それ言っとかないと、はい、誤解を招くあれがありますからね。なんかあのどんどん度が過ぎる、なんかすごいことになってるんですけどね。ちょっとね、まあ、ね、あんまり余計なこと言うとね。怒られたらまずいんで、はい、ということでとりあえず、はい、フロント OK、 次は後ろの方がやりづらい、後ろやりづらいのマフラーがあるからですかね、はい、ということで